今ちょっとジュリがセルモ名前が変わってなんでしだらしだらしだらダルじゃないなんていうかなんてまた思い出したんですもうアップしたからねでセルモがねそのしだらねボブシーガンアメリカンストーム聞いてすっごく反応するわけ、ね、だからまあちょっと練習もしてたんですけどやっぱりウクレレは間に合わなくて、ね、でこれになりましたこれはまあ、まあ、宮崎駿先生ね千と千尋の神隠しで有名ですでしょまあ2種類あるんですけどねでこっちはまあジュリやってもらうんですけどジュリが今セルのシダのね様子見てるから、それまでの間はちょっと間を持たせるために始めますねこれはその糸巻き、絹糸をね巻いていく道具のはずなんですよね2種類、2工程あるんですね、2工程でその2プロセスがあるってことね2プロセスですよねじゃあ伴奏はこれだけですThe autumn sun starts to pass The sun tumbled It happens time and time again We never seem to return Summer waters in the street tonight With things all alone We guarantee to make them light If the press is rightEvery time I look to falling, falling, beaten by the wind. Every time I turn around, is the hour again. It's like a full frost scare, an American storm. It's burning for the bed of mountain cold, and an end of the warm. It's like a wall on a maze. You turn the one for speed. You cover up in your shattering glass, but you never bleed. You never feel the need. で、結局昨日違うたったそのうちの持ち歌おとといやね。イオスのグランデと、ストロンガーザンアムーンこの2曲聴いてセルモが腰抜かしてねイカ食べたら猫は腰抜かすって聞いてたけどイカはうち食べさせても腰抜かすエビもねカニは絶対食べへんけどね猫はねまあキャットフードに入ってたら食べちゃうけどねカニはやっぱりカニ座の話あ実は猫の話って言ってるでしょオリオンが踏んだのは猫なんですよって話ねでまあ、キャンサー、あ、じゃあ、キャンサーとキャット関係あるんですけど、ね、まあフリックとフォックスそして実はフリッターっていうのもんですよねこの個々なんですよねだからキャットとフリッターまあ猫科でも微妙に違うんでしょうねでサラコモはキャットかねフリックが言ってるフリッターってどんな猫だねまあキャットが山猫なのかなどんなのどっちかやねだからそのセルモは雨の中突撃して外に出ちゃったので一晩帰ってこなかったで今朝帰ってきたらもうぐっしり濡れとってどうすんの死ぬ気だったのってでその死ぬんやったらあんたの命お母さんに返さなあかんやって体をね体自由にしたあかんってしばらく寝去ねあの子の我は寝去やから寝去のものに戻っちゃう体がってです寝去が安全を確保しちゃうのってセルモの体をねまあそうやけどまあしだらっていう名前をね授かったので新しい名前ねセルモはしだらになりましたという、ね、でその雨を見たかHave you ever seen the rain というのでセルモはアメリカンロック大好きみたいにねひょっとしたらもともとボブシーガーやったんちゃうかと思うので、まあ、今日もちょっと銀色っぽい灰色の服着てますけどセルモはね銀芸でしょシルバーファーとかね Someone told me long agoThere'll come before the storm, I know It's been coming for some time It'll rain a sunny day There'll come before the storm, I know
on a sunny day。 この歌ね、いつも日の当たるところを通ってるけれど、本当に雨に当たったことあるのかいって、まるで日光が雨のように降り注いでるけど、君はそれを雨って比喩に使ってないかいって、比喩じゃダメなんだよっていう歌なんですね。ジョン・フォガティとクリーデンス・クリアモタリバラね。まあここには入ってませんけど、アメリカンストップはここに入ってるからね。今日朝からなんか YouTube、 ご本人のね YouTube アップしてたでしょ。セルモがやたら好きなんですよね。でこの B 面がフォーチュネートさん、それは入ってます。こっちね、ジョン・フォガティのクリーデンス・クリアモタリバラのね、フォーチュネートさんも好きみたいだし、でもまあ雨に当たりはったから結構でも、まあ、うちの、ね、猫たちは結構冒険しあるけど、もうなんか昨日腰抜かして筋肉なくなってんのに外出たから死ぬ気やったのかなと思って、思い詰めてて、今も思い詰めててジュリガーにちょっと様子見てます。じゃあ後でそのフリーメイソンに踊ろうよっていうね意味が多分ある、あの木村美さんの歌ね、その宮崎愛先生の千と千尋の神隠しの、それの歌を歌うんですけど、ちょっと待っといて、ジュリが様子見てるみたいだね。じゃあしばらく休憩でございます。